皆さんこんばんは、 MK です。ゼルダの伝説知恵の借り物パート37やっていきましょう。今回も前回に引き続きおじいちゃんの猫探しやっていければと思います。そう、この猫の服を着ていればなぜか猫と会話できちゃうんですよね。服を着るだけで会話できるってどういう原理と思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして前回屋根の上にいた猫が風車の上の猫が何か知ってるかもと言っていたんですよね。まずはあの子に聞いてみましょうか。メガドンで登っちゃっていいですよね。なんかずっとメガドンとカエルリングでゴリ押しちゃってる感がありますが、なんかいたね今。え、上に魔物みたいなのがいましたけども、あーテールか。じゃああんまり気にする必要はないでしょう。こんにちは。俺になんか用を。あ、女の子だと思ったら男の子なんだ。猫を探してるんですけども知りませんか？じいちゃんちの猫？あいつならさっきまで俺と一緒にいたよ。え、どこ行った？村の東の出口から道なりに行ったとこ、いい感じの木の上で昼寝したんだ。あいつ寝ぼすけだからきっとまだグースかピーだよ。グースかピーね。わかりました。じゃあ東の門から出て行きましょうか。ふう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 。見て見て、僕が風車回してるの。すごい肺活量だね。だとしたら、まあまあまあ、そういう気持ちになってね、ごっこ遊びをするというのも楽しそうではございますが、ピッピッティじゃないの？こういう一マスのところはだいたいピッティきた。よくゲットできたな今。力のかけらを手に入れた。ルーベリの家で武器を強化できるとありがとう。そしてメーターもこれでマックスでございます。ピッティありがとう、お疲れ様でした。なんかここにさ、一個お墓というか、まあ石碑が割れてる場所があったりするんですけども、どっかからさ真空で石碑を持ってきてなんかガチャンってやるとかじゃないか。なんかそんな気がしますよね。まあとりあえず東の出口行ってみましょうか。東だから右の方で合っているかと思いますが、ここはピッティだったけどあれだもんね、あの財布があったところですもんね。待って、こっち来たことないよね。こんにちは。でっかい木はありますけど特に猫が寝てたりはしないな。なんだ霧？待って、これ迷いの森じゃない？ゼルダシリーズではおなじみのね、あの場所でございますけども、迷いの森奥に行けばデクノキ様がいるのかな、どうなんだろう。そしてここも絶対ピッティでしょ。はい、一マスのところは掘ってもらいましょう。あれ、え、ピッティ落ちただけってことは、ゼルダも落ちればどこかに繋がってる。きた、ハートのかけら。こういうのもちゃんと取らないとね。そしてさらに下続いているみたいですけども、なんだ、なんか新しいのあったよ。ちょっと待って、それをお借りしたいんですけども、ゼルダ届かないか。下でじゃあ待ち受けましょう。ここでちょっと奥に行って、はい、お借りしたいと思います。何ですかこれは。トゲ丸太を覚えた。トゲ丸太、突起がたくさんついた大きな丸太。何かで止めない限り坂道を転がり続けると。なるほどね。そして4個も必要なんだ。まあ出したからといって今何か意味があるのかという話ではございますが、宝箱あるね。これ下か？え？またどっかに繋がってる？うわ、だとしたおっと、どこだここは。なるほどね。入り口が2つあるという洞窟なのか。で、そこの宝箱が欲しいのでちょっと逆走して調べてみましょう。いてえ？これ無理なの？あー、カエルリングがあっても飛び越えることはできなそうですね。まあ坂道だったからちょっと今判定がねおかしくなっていただけかもしれませんが、はい、メガドンを使って、ちょっと待って、上来そうじゃないか丸太も。最悪、しかもすげえ変なとこで止まったんだけど。ねえ、これメガドンじゃなければどうすっかな。なんか空飛べるやつとかいないか。あ、ニードルフライ。じゃあ君にシンクして、で相手の動き、それでさ、右右右右行ってくんない？右、そうだ、いや下じゃない、下じゃないよ。ちょっと待てよ、なんかまっすぐ進んでくれるやついねえかな。空飛ぶ君はガモース。はい、ガモースを出してシンクして相手の動き、いやーうーん違うんだよガモ、そうそうそう、上上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 上行ってくんない？上え、そう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 、右右右右右右、無理だわ。全然ダメだこの子も。そしたらもうじゃあゴリ押す、床ビュンがあればいけんすよ正直。でもまあさ、ちゃんとやろうと思ってさ、ちょっといろんな借り物駆使したかったんですけども、まあまあまあしょうがないですね。っていうかこれ真空でいいな。
真空を使って、はい、二つぶつけます。で、待って、さらに上なんかありそうだったよ。ニードルフライじゃなくて、あーばばば、大丈夫か、ニードルフライ。ちょっと、そこ突っかかっちゃってますけども、メガドンで上行って、あれ？ここはなんもないか。なんかあり、あらららちょちょちょ、あー通れないのね。じゃあ一旦ちょっとここ避けます。ゼルダちゃんオッケー。で、うわゾルがいるな。とりあえずじゃあゾルをシンクして、はい、下まで下ろします。で、ちょっと待って、じゃあガモース行ってくれる？こいつ倒せます？いけガモース、なんとかしろ。こいつ鱗粉を撒き散らしてるだけでさ、何もしてくんねえのか。鱗粉を巻き散らして巻き散らしてるだけ。おーとどー、何それ。あ、待って、おい、そういうことだわ。あーあーあー、いたんだ。あのね、からくり騎士断平の火を吹いて突進する魔物を見せよう。君か。うーわ、え、これ書いてあった？ちょっと待てよ、図鑑で虫型の魔物、速度は凄まじいが急、書いてないじゃん。おいおいおい、これ使んなきゃわかんなかったんだよ。う、今ドンピシャで使ったな、私よかったな。ということで、じゃあトゲ丸太を出して、こちらスイッチを押していく。あー、じゃあ断平さんのとこも行かなきゃだ、後で。お、危ない危ない危ない。え、これ自分のトゲ丸太は大丈夫？うん、わかりませんが、はい、とりあえず宝箱開けましょう。中からは黄金の卵きた。そういえばスムージー屋あったので、スム、あ、え、何だ、あー、これは落ちる判定なんだ。こっち側は下なんですけどね。スムージー屋が、あの、アキンドナッツのところ、かかりこ村の入り口にありましたので、まあ、それは後で見るとして、まあ、とりあえず、ちょっとじゃあリンクでこの辺ごちゃごちゃやりましょうか。魔物の肝が欲しいんすよ。今からスムージー作りするから、魔物の肝落としてくんないっすか、君たち。魔物の肝落ちないな。マジでレアなんだよな、魔物の肝。ほれ、オッケー。あ、待って、もう一台。おお、あと、そう、そういえば、回転切りとかあったな。他にはさっきいなかったか、一人、いや、いないか。したら、一旦解除して、火の上で、グースかピー。ここ、怪しいけどね。デカめの木ではありますが、じゃ、おっと、そして、どんぐり集めいました。あ、ただ、倒さないと無理？わかった、じゃあ、先に倒すね。ほら、こっち降りてこい。ほら、降りてこい。ほら、降りてこい。よし、待て、これ思ったよりジャンプ力が、これリンクの状態でもさ、カエルリングって動作してる？どうなんだろう。らっしゃいらっしゃい、どんぐり拾いはどうだい？集めて楽しい、拾って楽しい、どんぐり拾いだよ。私がばらまくどんぐりを全部集めるゲームだよ。まあ、何回かやってますからね。早く集められたら景品をあげよう。一回10ルピーやってみましょうか。それじゃあ10ルピーもらうよ。ちょっとお金ないんすよね、今。できれば20ルピーと、うお、待て、この辺だけ？あ、めちゃくちゃわかりやすいね。だとしたら。集めるどんぐりは全部で11個。目標タイムは40秒、頑張ってね。まずじゃあ右から行こうか。よし。で、その1段上がんないといけないところをどうするかだな。待てよ。メガドンだと時間かかるけど、まあ言うてもメガドンか、これ。はい、メガドンでジャンプ、ジャンプ。オッケー、いいですよ。で、ここにもメガドン出して、ジャンプして、オッケー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 。めちゃくちゃ早い。あ、危ない危ない危ねえ。1個取り逃すところだった。超早いよ。40秒って言われて10何秒で集めた。お疲れさん、どんぐり全部集めたね。結果は13秒22。絶対これ記録、あれでしょう、もらえるパターンのやつでしょう。君すごいね。じゃあ景品をあげちゃおうかな。はい、まずは20ルピー。問題はこの次。もう一個あるでしょ。おじさん早くて感動しちゃったから、今回だけ特別にこれもあげちゃおうかな。ということで、ハートのかけらきた。今4つではないのか。何個だったっけ。また遊びに来てね。ハートのかけら2つか。まあまあまあ、あと2つなんとか見つけましょう。で、これさ、入れんの、ちなみに。あ、霧が深く、やっぱそのパターンか。無理やり侵入はできないですね。ティアーズオブザキングダムとかでもさ、あの迷いの森上から入ろうとしても霧にね、邪魔されて入れなかったりするんですよ。まあ今作もその仕様みたいですね。そして、お、宝箱あったよ。とりあえず魔物の肝も欲しい。うわー、魔物石か。魔物石じゃないんすよね、肝が欲しいんだ、肝が。で、宝箱の中なんでしょうか。20ルピー。まあお金助かるけど、そうだね、今から。っていうかさ、このなんかめっちゃ光ってる、あー、猫いた。めっちゃ光ってるさ、何、蝶々って関係あるかな。今後
やった方が良かったりする。あ、そして剣ビームが出てますね。体力満タンだから。じゃあ猫ちゃん、まあとりあえず話しかけますか。猫の服ではございますので話を聞いてくれることでしょう。にゃん、こんにちは。うん、気持ちよく寝てたのにどうかした？え、じいちゃんが探してる？そうなんですよ。あなたじいちゃんの猫でしょ？うん、確かにちょっと寝すぎたかも。お腹も減ったし、ご飯食べに帰ろっかな。お、これでじゃあじいちゃんのところに行けばいいという話だと思いますが、このあたり、まあ大丈夫か。行ったよね、この右はね。そう、やったんですよ。 OK、 じゃあもう帰っちゃっていいでしょう。で、かかりこ村に帰るついでにちょっとスムージー作っちゃってもよろしいでしょうか。結構ね、リンクの姿を維持するこのエネル回復のスムージーが大事だってことが分かり始めましたので、岩塩をねうまく使ってソルトなんとかスムージー作っていきましょう。ということで、こんにちは。スムージー屋さんにいらっしゃい。ピー、どうするピー、作りたい。これさ、黄金の卵と岩塩やったことないよね。いけると思う。エネル回復の効果がマックスになるっていうスムージーできるでしょ。これで黄金の卵を、何ミスったスムージーにしちゃうと本当にちょっともったいないから頼みますよ。きたー。黄金のスムージー、これでマジか。あー、黄金のソルトスムージーが来ると思ったんですけどね、ちょっと予想外だな。そしたらこれ魔物の肝か。いや待て、とりあえずやってないこのねじり系とかをやっちゃいましょうか。ちょっとお金がねえな。できるだけ節約したいからスムージーも売っちゃおうか。お、そしてできました、ねじりソルトスムージー。これ新しいやつですね。お、エネル回復マックスですよ。一応こういうのは覚えといた方がいいな。そして、あ、ひんやりサボテンの岩塩やってないですね。こういうのもしっかりやっておきましょう。きた、ソルトサボテンスムージーもガンガンレシピ解禁してますよ。岩塩とあとはやってない組み合わせはないか。一通りやったか。そうですね、肝以外はやったな。じゃがいはこれさ、肝、ちょっと待てよ。肝と何をやったことある。ビリビリか、パワフルブドウ。ちょっと待って、レシピを見るにして、なんとか焼くってあるじゃないですか。多分下の方だと思うんだけど、あった、ポカポカビリビリバブルスイスイはやったことあるな。ってことは分かった、パワフル薬がないわ。だから魔物の肝とパワフルブドウ、これは絶対1個あると思う。という、マジでもったいね、マジでもったいないよ魔物の肝は。うーわ、最悪、マジか、マジか。やったわ今のは。そしてこの辺もそうだよね、そうなるよね。でもさ、怪しいスムージーって一応ね、エネル回復がちょっとつくんすよ。まあなんかいっぱいあるやつはとりあえずこれ潰してくか。ほい、この見た目上のレシピを、おーっと、新しいのできたよ。バブルミックススムージーか。これは多分作ったことあるな。ソルト、発酵バターと、フレッシュミルク、まあポカポカいきますか。こういうね、効果が被っちゃってるのはそう、怪しいになりがち。だからこれダメだな。どうしよう。お金ある？あと2回か。魔物の牙と、ねじり、行ってみましょうか。この辺も潰しとかないとね。はい、オッケー、来た。ねじり薬を手に入れた。まあまあまあ、これも新しいレシピでございます。レシピコンプリートしたいからね。じゃがいわと魔物の牙でどうでしょうか。はい、おー、できるね。クライム薬を手に入れた。あんまりクライム系って使わないけどね。で、あとはお金がねえや。ちょっと待て、売らしてくれっぴ。結構いらないスムージーがあるんだっぴ。これさ、怪しいスムージーは5になっちゃうのか。じゃあバブルミックススムージー売って、あともう薬は使わねえと思う正直。ねじりも使わない。はい、これも売っちゃう。で、黄金のスムージーもこれ75ルピーだったら売っちゃっていいと思うな。で、あとはパワフルミックス、鎧ミルク、黄金のねじり。お、いや、これ黄金系売るわ。これお金にした方がいいと思うんだ。はい、黄金のあちあちスムージー。で、これもいらない。はい、オッケーオッケーオッケー。これで結構お金になりました。あとは、じゃがいわと、これもでもな。
花の蜜とかか、このあたり攻めてないですね。ジャガイは花の蜜、ジャガイはフレッシュミルク、まあこの辺は普通にあるでしょう。クライムスイートスムージー、これねコンプリートしたら絶対なんかあると思うんだよ、報酬が。だからコンプリートも狙っていきたいと思っておりますが、はい来た、クライムミルクスムージーで、待てよ、あとジャガイワと、ビリビリひんやりねじり、あー、ジャガイワ黄金あるな、これ絶対あるな、やっちゃっていいと思う。はい、ジャガイワと黄金でどうでしょうか。きたー、黄金のクライムスムージー、まあこれは後で売りますけども、75ルピンになると思えばまあ案外ありだな。でジャガイワ、まあこんなもんか。したら、うわ、発酵、あ、これ絶対あるね。発酵薬がありますね。はい、発酵薬を埋めていきましょう。来ました。ちょっと MK さん、スムージー作りがうますぎるんだよな。今どれぐらい埋まってんの？ちなみに。69がまあ最後だとしたら、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、めっちゃ埋まってない？え？あと15種類じゃない？おい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 、これコンプリートいっちゃっていい？待て、多分わかるよ。ポカポカのなんかがあるな。ポカポカかソルトサボテンミックス、いやこれ絶対いけるわ。ひんやりサボテンと黄金あるね。絶対あるね。これ黄金のひんやりスムージーがあるね。はい、来ましたよ。待て待て待て、マジで MK さんコンプリートいけちゃうってこれ。あとさ、黄金の卵を組み合わせたことないの何？純粋、黄金の発酵スムージーあるな。まあ、いっちゃうか。こういうわかりやすいやつから埋めてった方がいいんで。はい、オッケー。まあ、あるわな。黄金の発酵スムージー。で、発酵系は全部75ルピーで売れるから、まあ、後で売るとして、あとはソルトは全部やったのか。ああ、ソルトはやってるね。これ、花の蜜とかで組み合わせたことがな、あるじゃん、あるじゃん。ねじり。はい、来た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 。ねじりスイートスムージー。いや、これ、花の蜜とフレッシュミルクからさ、派生させていくのありだぞ。多分結構あるぞ。いや、これやっとくか。結構あるし。はい、どうでしょうか。怪しいよね。なんかそんな気はした。っていうか、めっちゃスムージーばっか作ってるけど、いい？いや、これやっといた方がいいと思うんだよ。後々のために。これレシピを一回コンプリートしちゃえばさ、今後めっちゃスムージー作るの楽になると思わない？もうねえか、組み合わせが。岩塩も全部やったんだもんね。だとしたら、これねじりだな。ねじりかぼちゃ、ねじりかぼちゃやってないじゃん。あ、この同じ素材のやつ、シンプルにやってないの、やってないの結構あるわ。待て。あるあるある。同じ素材のやつあるぞ。発酵バター、発酵バターもやってないでしょ。はい。これで、来てるよ。どうする？発酵スムージー。もう結構揃ってきてると思うんだ。ひんやりひんやりはやってんのか。ビリ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 、パワフルパワフル、スイ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 、バブルバブル、ポカポカ、ジャガイワジャガイワだね。ジャガイワジャガイワがあるね。はい、オッケー。いや、これ、あんのかな？暗い？いや、多分ね、シンプルなこういうの持ってないと思う、私。で、あー、これはダメ。鎧鎧ダメ。魔物の牙、魔物の牙って絶対ダメだよね。一応潰しといていいか。まあ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 、そうなるわな。なんとなく予想はできておりましたが、ちょっと待てよ。うわ、飲み物持ちすぎか。わかりました。じゃあ一旦今回これぐらいにしましょう。結構埋まってるよ、マジで。もうコンプリート近いよ。ちょっとコンプリート早めに目指したいな。ということで、はい、猫ちゃん帰ってきましたか。あ、ほっとしたわい。おお、お前さん見ておくれ。うちの猫が帰ってきたんじゃ。お前さんが手伝ってくれたんじゃろう。これはお礼じゃ。受け取っておくれ。お、パワフルブドウありがとう。10個はでけえな。うむ、猫という生き物は気まぐれで自由気ままじゃの。まあそんなところが愛くるしくてたまらんのじゃ。確かに猫いいよね。 MK さん猫とか触ったことねえわ。なんか可愛いんだろうな。猫カフェとかあるんだろうけども。何？びっくりした。勝手に進んだから。トリー君どうした？この先行こうと思ってるんですけども。結構岩肌がすごいね。うわー、なんか見たことねえのいるよ。オルディン火山。まあでも確かにさ、こういうマグマ系のさ
カタツムリっていたよね、これまでも。うわー、裂け目も出てるし、うわー、落ちたら大変なことになりそうだな。石、岩ロックかと思ったら違ったわ、今足場でした。大きな山だね。どこかに裂け目の入り口を作れる場所があるはずだけど、どう考えてもさっきのダンジョンっぽいとこだな。さっきの人たちが言ってたゴロン族ってどこにいるんだろう。まあとりあえず進んでみましょうか。テールは持ってるから、まあ別に倒す必要もありませんが、まあいるんだったら倒しとこうか。あ、ゼルダリンクの姿が切れちゃいましたね。上はまあ特になんもないか。カエルリングがあればこの岩は登れますね。覚えておきましょう。でこの下とかは、こういうとこも怪しいよね。ほら絶対力のかけら。え、違う、待って、え、今力、おお、岩塩ゲット。力のかけらだったっぽいけどね。うわ、てかこっち行くの正解かなんかめちゃくちゃ道それてってない？でも一応先にさ、こういうところ見といた方がいいような気がして。ほら絶対だ、あるじゃんあるじゃん。はい、テールを一旦岩で倒します。まあリンク使えば早いんだけど今ないからね。ちょっとあのエネル回復もまだ使いたくないということで、せっかくだからいろいろ行くか。狼行きますか。ウルフォス行け、君結構強いと思うんだ。頑張れウルフォス、頑張れ。いけてる？オーケーオーケーオーケー。攻撃、え、動いてた今。あ、ちょっと待って、ほら、いけ、頑張れ、頑張れ、いて、頑張れ、ウルフォス、オッケー。まだいるよ。動き早いけど、なんか思ったよりあれだな、攻撃力が少ねえな、ウルフォス。頑張れ。あと、これくらい動き回る敵はあんまり良くねえかも。頑張れ、オッケーオッケーオッケー。はい、これで全滅ですけど、まあ、全滅で何か手に入るわけではないと。はい、じゃあここでメガドンからの宝箱なんでしょうか。20ルピー、なんか20ルピーばっかだな今日。うわ、上も絶対なんかあるけど、うわ、ちょっと待って、これ、ただ、あ、ピッティだもうマジか。ちょっと待って、寄り道しすぎじゃない？いい？え、これもなんか入れるやつ来た。あ、ハートのかけら来たハートのかけらめっちゃ手に入るじゃん今日。いいの、こんな手に入っちゃって。でシンクでどかして、これが多分そっち側の、あたたたたたた、入り口になってたってことだよね。通れないんかい、微妙にもうちょっとだから、それは通れるってことにしといてよ。あたた、違う、あい、え、ちょっとゼルダさん、これちょっと待って、ゼルダさん、ちょっと待って、ゼルダさん、積んじゃうよ。自分が積んじゃうよ。オッケー。その右側も、まあ、なんもなさそうだったね。あ、やっぱそうだ。あ、そしてスタンプメン、いました。スタンプそろそろ満タンだったっけ？あれ？まだだったっけ？はい、じゃあこちら押していきましょう。まだまだだ。あと2箇所ね。はい、わかりました。こういう上も怪しいよね。え？それ絶対なんかあるっしょ。え？何？待って。これ来ていいとこ？なんか、うわ！壊すとこあった。ちょっと待って。MK さんさ、関係ないことしすぎかな？でも大事だと思わない？こういうの。探索も重要だから。はい、中に宝箱ありますけども、何があるんでしょう？おっと、これは？フェアリーフラワーを手に入れた。え？良い香りがする花。草を切った時にごくたまに妖精が現れるようになる。あ、アクセサリーか。なるほど。まあ、言うても今、アクセサリーは、いらねえかな。のけぞり軽減の方が強いと思う。うん、妖精が出るよりはそっちの方がいいわな。ということで、うわ、その上も気になるけれど、まずは下の方を見なきゃですよね。はい、力のかけらありました、ありがとうございます。力のかけら20個あったら強化行ってもいいかも。これ何個目？はい、メーターは満タンですけども、19か。あと1つ、待って、うわ、怪しいな。怪しいね。めちゃくちゃ怪しいけど。ここどこ？うわ、この辺りまで来ちゃってんのか、私。なるほどね。あ、ここなんだ。よーし、じゃあちょっとまだまだハイラル平原探索したいところではありますけども。まあ、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。どんぐりいたよ。次回じゃあちょっとこの辺りを大きく探索した後、もう一度オルディン火山の辺りに戻って探索さらに進めていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。次回はどんぐりおじさんから。